ではこの後はウーマンオブアイルランドの、お二人に来て、演奏していただきます。ウーマンオブアイルランドは、美しき5人のミューズが中心となって迫力のアイリッシュダンスと、心に響く歌声を楽しめる魅力のステージを披露して、全米アイルランドで現在最も人気の高いカンパニーです。今日はですね、その20人を超えるメンバーの中からお二人、いらしてくださっています。まず一人はディアドレ・シャノンさん、ボーカルです。ケルティック・ウーマンのメンバーでもあります。そしてロード・オブ・ザ・ダンスでの来日経験もアイルランドの歌姫です。そして今、フィドルを、演奏してくださいましたニーブ・ギャラハーさんはウーマン・オブ・アイルランドのアイリッシュダンス全米ツアーで活躍してきたばかりです。このお二人に演奏していただきます。ウーマン・オブ・アイルランド、今日来ましたのはですね、今年の7月19日と20日文化村オーチャードホールにて、また21日には神奈川県民ホールにてライブを行います。そのプロモーションのためにいらっしゃいました。チラシをお配りしておりますので、ぜひよろしかったらお手に取ってご覧くださいませ。それでは世界に名を馳せる歌姫の歌をお聴きいただきます。まず最初は少々音の、チューニングなどございますけれども、ぜひ皆様お楽しみください。Like Ireland, not working. I would like to sing a song called She Moves Through the Fair, and this is a song that's a very beautiful Irish song. I sang it many, many times with Michael Flatley's Lord of the Dance and in Celtic Woman, and also Woman of Ireland. We will come here in July. Thank you. Lord of the Dance でも歌った曲なんですけれども、ここからからウーマンのメンバーでも歌いますので、どうぞお聴きください。お願いします。Sorry.